こんにちは、森翔チャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画は、伊豆北部の桜の紹介になります。伊豆北部は平野部山間部ともにあり、歴史もあることから、名所旧跡や風光明媚なところを背景にした桜を見ることができます。規模の小さめのところが多いですが、人はそれほど多くないので、ゆっくり桜を見ることができると思います。それでは、ご案内します。画面は伊豆北部で桜を撮影した場所です。市町村は函南町、熱海市、伊豆の国市です。函南町は穴場が多いです。熱海市は知名度が高く、観光地が多いです。坂が多く、桜の咲いている有名なところは少し高いところが多いようです。伊豆の国市は観光地に桜が多く植えられているようです。川沿い、史跡、公園などに桜があります。また、あまり知られていない穴場もあります。それでは、一箇所ずつ紹介していきます。函南町の桜の撮影場所です。新田桜公園、来光川沿い、柏公園を撮影してきました。どこも人が少なく、ゆっくり桜を見ることができました。函南町の新田桜公園です。新田桜公園の情報は、画面の通りです。ここはこじんまりとした公園で人があまり来ない穴場です。一人ベンチで読書されている方がいたのと、桜の写真を撮りに来た方が一人いただけでした。この日はまだ桜は咲き始めといった感じでした。函南町の来光川沿いの桜です。ここは駐車場やトイレがありません。行く前にトイレを済ませておき、駅から徒歩で行くか、自転車で行くことをお勧めします。ここは走行中に見つけた場所です。かなりローカルな場所で紹介記事はあまり見ません。堤防から桜と菜の花を見ることができ、散策やジョギングに向いています。天気が良ければ富士山も見えます。函南町の柏公園の桜です。柏公園にはイベント広場、芝生がある多目的広場、遊具広場、野球場、からくり時計、国指定史跡の柏横穴群があります。桜の木は多目的広場の周囲に植えられています。芝生やベンチで休みながら桜を見ることができます。この時の桜は五分咲きから七分咲きくらいの感じで咲いていました。遊歩道を歩きながらゆっくり桜を見ることができました。住宅街の奥にあって場所が少し分かりにくいですが、静かでいい公園だと思います。近所にこういう公園があるといいなと思いました。熱海市の桜の撮影場所です。MOA 美術館、伊豆山神社、伊豆多賀駅で撮影してきました。熱海は観光都市です。東京から新幹線で1時間以内に着きます。東海道線も本数が結構あります。静岡側から行く場合も新幹線か東海道線で行きます。首都圏から車で行く場合は、小田原から国道135号線で行くか、箱根経由で熱海峠から下っていくルートになります。土日祝日の国道135号線の渋滞を避けるなら、箱根新道や箱根ターンパイク経由で行くのがいいかもしれません。静岡側から行く場合は、伊豆縦貫道から熱貫道路経由で行きます。熱海は坂の町です。MOA 美術館や伊豆山神社は高台にあります。伊豆山神社は駐車場は近いですが、バスで行った場合は170段の階段を上ります。熱海にお出かけの際は坂を歩くこともご考慮ください。それでは熱海市の桜をご案内します。
熱海市の MOA 美術館の桜です。館内から桜が見れるようですが、駐車場にも桜が植えられていて見ることができます。駐車場は無料です。 MOA 美術館は設備が整っていて、美術鑑賞や食事などもいいと思います。MOA 美術館の駐車場から海を見ることができます。駐車場の周りに桜が植えられているので、桜の先に海が見えて景観はいいです。平日にもかかわらず多くの人が訪れて桜越しに海を見ていました。館内は入館料が必要なので行きませんでしたが、館内から見る桜も綺麗なようです。MOA 美術館のホームページに写真があったので、そちらを見ていただければと思います。熱海市の伊豆山神社の桜です。70本桜があるそうですが、今回は境内のしだれ桜だけ撮影しました。伊豆山神社の御利益は強運だそうです。また縁結びの御利益もあると言われているようです。境内のしだれ桜です。縁結びの神様であるので、ミニ鳥居にハートが飾ってありました。しだれ桜は境内の景観ととてもマッチしていたと思います。伊豆多賀駅の桜です。伊豆多賀駅の桜は JR 伊東線伊豆多賀駅前に咲いています。鉄道で行くととても便利なところです。伊豆多賀駅は無人駅ですが、駅の雰囲気がいいです。また桜と駅がマッチしていて景観がいいです。この日は工事しているところがあり、大きい音がありましたが、工事などがなければ静かに桜を見れるところと思います。伊豆の国市の旧韮山町の桜の撮影場所です。伊豆の国市へは鉄道、車、どちらでも行けます。旧韮山町は歴史ある建物などが多く、その建物と桜がマッチしています。歴史探訪をしながら桜巡りをするのもいいと思います。2022年の NHK 大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の舞台でもありますし、韮山反射炉は世界遺産になっています。蛭ヶ島公園です。伊豆箱根鉄道韮山駅から徒歩10分のところです。鉄道でも行きやすいところです。ここはこじんまりとした公園ですが、駐車場、トイレ、茶屋などが整備されていて、落ち着いて桜を見ることができます。ここは以前は蛭ヶ小島と言われていて、日が経っているくらいのところでした。源頼朝が14歳でここに流されて、34歳で旗揚げするまでの20年間を過ごしていたそうです。蛭ヶ島公園は小さく人が少ないため、桜をゆっくり見ることができます。周囲は田園がありのどかで、天気が良ければ富士山を見ることもできます。白池親水公園です。韮山城跡のお堀を公園にしたところです。一周約1キロで釣りをすることもできます。白池親水公園は蛭ヶ島公園から歩いて行けます。白池公園の桜です。池の外周の半分くらいに桜があります。池の周囲の散策路は整備されています。白池と桜の景色がよくマッチしています。桜と池を見ながら散策するのがいいと思います。また鳥も集まってくるらしく、バードウォッチングもおすすめです。ご覧の通り、池の周りに桜が植えられています。池に映る桜も綺麗です。落ち着いて桜を見るのにとてもいい場所と思います。また釣りもできるので、釣りをしながら時々桜を見るのもいいと思います。世界遺産の韮山反射炉の桜です。韮山反射炉の周りに桜が植えられています。
撮影日の桜は満開でした。桜の花が舞い、なかなか綺麗でした。韮山反射炉の桜は本数は多くありませんが、反射炉との景観がマッチしていると思います。観覧料を払って間近に見るのもいいですし、外から眺めるだけでも結構綺麗です。観覧については伊豆の国市のホームページをご覧ください。韮山反射炉までの公共交通機関は少ないです。伊豆長岡駅から歩いて行けますが、少し距離があります。タクシーを使うか、土日祝日限定でデキバスノルーラというバスも使えます。500円で1日乗り放題ですので、使ってみるのもいいかもしれません。神奈川桜公園の桜です。神奈川の堤防沿いに桜が植えられています。神奈川桜公園の桜はかなり以前からありました。地元では桜で有名なところで、近年桜公園として整備されました。500メートルの間に桜の木が110本くらい植えられています。公園は河川敷にあり、駐車場が広く取られているので、ドライブやツーリングの途中で寄るのもいいと思います。桜のある道沿いに歩道もあるので、歩きながらの散策もできます。伊豆の国市の旧伊豆長岡町の桜の場所です。旧伊豆長岡町へは鉄道でも車でも行けます。ただ桜の咲いている場所は駅から距離があり、車で行くのがおすすめです。またサイクリングもいいと思います。旧伊豆長岡町には観光施設があります。伊豆パノラマパークのロープウェイで葛城山の山頂に行き、絶景を眺めることができます。いちご狩りやみかん狩りができるところもあります。温泉街は昭和の雰囲気を感じることができ、日帰り温泉もあります。桜を見た後は観光や温泉を堪能することができます。エマ川沿いの桜です。エマいちご狩りセンターの近くにあります。意外と知られていない穴場です。大富農園付近から山いちご狩りセンター方向に走行しています。川沿いの道が細く距離があるので、全部を見ようとする場合は自転車や小型のバイクで行くのがいいと思います。車の場合は山いちご狩りセンターに駐車して桜を見に行くのがいいと思います。この辺の川沿いの道には所々ベンチがあります。桜の散策で歩いている時に休むことができます。ところどころ交差点があり、必ず一旦停止します。一見車両の通行がなさそうですが、意外な時に出くわすことがあります。交差点は注意してください。エマいちご狩りセンターの裏側です。エマいちご狩りセンターに車を止めて、エマ川沿いの桜を見ながら散策するのがいいと思います。この辺は1月頃から菜の花も咲き、2月には河津桜も咲きます。桜見物といちご狩りをセットにするとより楽しめると思います。いちご狩りが有名で桜がおまけみたいな感じで穴場になってますが、個人的には桜を見るには結構いい場所だと思っています。いちご狩りは手間いちご狩りセンター以外にも個人で経営しているところがあります。そういったところに行ってみるのもいいと思います。
ストロベリーファーム21エマ店とかおすすめです。この辺に来ると駐車場から遠くなります。サイクリングしながら桜を見るといいと思います。エマいちご狩りセンターの近くのエマ川沿いの桜を歩いて見てみました。満開だったため見応えがありました。この辺は車が時々通るので車に注意しながら桜を見るようにしてください。エマ川の下に降りてみました。下から見上げる桜はとても綺麗でした。エマ川と桜の景観もマッチしていました。新の橋付近の桜です。神奈川放水路沿いに咲いています。国道414号線から近いですが穴場です。新の橋付近の桜です。駐車場は橋を渡った反対側にあります。今回は放水路沿いの桜を見てみました。長塚橋から鎮野橋に向かって走行しました。この辺は道が狭いので徒歩や自転車でゆっくり通るのがいいと思います。ここからは海も近いので海鮮食べた帰りに寄ってみるのもいいと思います。また伊豆長岡温泉も近いので日帰り温泉とセットもいいかもしれません。源氏山公園の桜です。源氏山公園は伊豆長岡温泉から歩いて行けますが普段はあまり人が来ない穴場です。源氏山公園にはトイレやアザマヤがあります。人も少ないので桜を見た後に休憩することができます。山の上にある公園ですが展望は普通です。伊豆長岡温泉から歩いて行けるので散策がたに行ってみるのがいいと思います。なお道はちょっと分かりにくく坂もきつめです。神奈川リバーサイドパークの桜です。公園の橋の方に桜が植えられています。ここは桜の下が芝生になっていて、桜の木の下にシートを敷いて花見をすることができます。桜も綺麗で、昼寝とか最高だと思います。駐車場は結構混みます。地元の方の憩いの場になっています。
伊豆の国市の旧大仁町の桜の場所です。旧大仁町へは電車でも車でも行けます。ただ桜の咲いているところは駅から距離があるので、車やバイクで行くのがおすすめです。伊豆サイクルスポーツセンターの所在地は伊豆市ですが、旧大仁町から行く方が近いので、本動画では旧大仁町に入れました。旧大仁町には目立った観光施設はありません。しかし地味にいいところは結構あります。神奈川の清流、大仁温泉、大仁神社の梅、城山登山、穴場のいちご狩り、牧場、おいしい野菜等々、いろいろです。またアピタを中心に買い物できるところも充実しています。桜を見るついでに立ち寄ってみてもいいと思います。伊豆サイクルスポーツセンター付近の桜です。桜はサイクルスポーツセンターの敷地内外に咲いています。伊豆市にありますが、一般的には県道19号伊東大仁線から行きます。県道19号伊東大仁線からサイクルスポーツセンターに行きます。入り口から桜が植えられています。サイクルスポーツセンターは標高が高く、駅からも遠いので、車やバイクで行くのがおすすめです。健脚な人は自転車で行ってもいいかもしれません。東京オリンピックの会場となった伊豆ベロドロームが見えてきました。伊豆ベロドロームは無料で見学が可能のようです。見学する場合はホームページのスケジュールを確認していくといいと思います。サイクルスポーツセンターの近くの道を走ってみました。桜が散り始めてピンとこないかもしれませんが、道沿いに結構植えられています。満開の時はすごく綺麗だと思います。サイクルスポーツセンター内もかなり桜があります。桜の季節に行くと気温もちょうどよく、サイクルスポーツセンターで楽しく遊べると思います。大人も子供もリーズナブルに遊べるのでかなりおすすめです。深沢川沿いの桜です。ここは駅から距離があり道が狭いので、自転車やバイクで行くのがおすすめです。ガイドブックなどに載っていない超穴場です。深沢川沿いを上流からバイクで走行しました。道が狭いので走行注意です。超穴場で撮影時には自転車1台しか見ませんでした。ここは駐車場もトイレもないので長くはいられませんが、走行車両が少ないので二輪なら道端に停めて桜を見ることができると思います。橋の上から深沢川と桜を見てみました。川のせせらぎの音を聞きながら桜を見るのも大人ものです。深沢川の先には城山も見えて景色が良かったです。大仁中学校周辺の桜です。大仁中学校までは大仁駅から歩いても行きますし、富士山が見える駐車場もあります。
大人中学校の北側です。桜は散り始めていましたが、場所によってはまだ結構きれいに咲いていました。満開の時に行けばもっときれいに見れたと思います。道の両側から桜が咲いているところは、満開の時には桜のトンネルのようになると思います。結構いい感じだと思います。ここが駐車場です。パッと見10台くらい止められそうです。ここからは富士山を見ることもできます。だいぶ桜が散ってしまっているところは、桜の絨毯みたいになっているところもありました。大人中学校の南側です。ここからは桜と城山がきれいに見えます。こちら側には駐車場はありませんが、路肩に止めることができるところがあります。なお校門までは行けますが、その先は行けません。手前の広いところに車を止めることをお勧めします。校門まで行くと U ターンに苦労します。城山付近の桜です。交通の便が悪く行きにくいですが、それだけ穴場になっています。城山付近の桜は県道129号線沿いに咲いています。交通が不便なところなので、バイク、自転車がおすすめです。なお城山登山口から上島橋近くまでかなり強路なので、この区間の車の通行はお勧めしません。伊豆市駒坂側から行くことをお勧めします。伊豆北部の桜いかがだったでしょうか。場所によっては富士山も見えるところがあり、いちご狩りができる季節でもあるので、お腹いっぱいイチゴを食べたら腹ごなしに桜鑑賞もいいのではないかと思います。本動画でお好みに合った場所が見つかれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。